そうなんです、ハードロックしようと思ってます。自由だね。指示とかか、なんで今ハードロックなんや。こう流れとして昭和歌謡が来てシティポップが来て、なぜハードロックがないのかと思ったっていうのもあるし、こう人生一度きりなんでやりたいことをやらないとなと思って、でこう私武道館行ってないんですよね、絶不止まりというか。なんでこれを機にちょっと新しいこと始めて武道館目指せたらなっていうのはあったりします。しかも私あの若い時に先輩方にジョン・ボーナムになれと言われて育てられてきたんですよ。でボンゾになれボンゾになれっていうその先輩たちからもらったロック魂っていうのをちょっとこれからさらにハードなものにして音にしていけたら面白いかなと思って。なるほどね、そうか。まあ、カハらしい。そんなこと思うんだ。そうですね。バンド名は決めた？あ、まだ決めてなくて、それはもうメンバー集まってから決めようかなと。そうか。じゃあ何？バンド募集でイージーが見つからなかったの？大丈夫じゃないですか？わかんないけど、あの、まあ割とこう見えてネガポジティブなんで、そこら辺一切心配してないですね。そういえば今のところ大丈夫でしょ、集まりますよ。一番難しいのはさ、やっぱボーカルなんじゃないかなって思うんだけどさ。そうかもしれないですよね。まあでもいい人来るじゃないですか。まあ何、プロはあんま問わないというか、本当に今がっつり音楽業界でやってる人でもいいですし、音楽業界に憧れたままだった人でもいいですし、それこそ10代20代でもいいですし、なんかこう熱い思いさえあれば本当に誰でも一緒にやりたいなと思ってて、これ見てくれたね人が周りにも広めてくれたらいい人材を絶対集まると思ってるんで、うん、大丈夫と思います。いいね、かっこいいね。いいな、ビール。事務所所属してる人とか来ちゃったと。ね、そこ難しいところですけど、まあでも専属解放とか、まあ、こちらフレキシブルなんでいろんな方法をこう模索しながらバンドを進めていけんじゃないかなと、うん、やりたい思いさえあれば。いや、いい、かっこいい、ロックなんですよね。マジでやばい。で、何コピーバンドを組んだの？まあカバーもいいけど、やっぱできるだけオリジナルは作りたいなと思ってるんだよ。だからあれだね、メンバーの方は曲作りができるっていうのも結構重要な募集要項かもね。全員歌えたらよくない？なんかもっとコーラスワークバッチリ。ああ憧れますね、そういうの。歌えたらいい。どん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 ハードル高くなってますけど、まあでもそうね、コーラスやってみたかったんだとかでもいいかもしれないし、うん、とにかく本当に気持ちさえあればいいかなとは思ってるんですよね。え、何、対バンとかしちゃったりする？うん、考えてますよ。どうしようと。いや、まあ日本にももちろんいいバンドいっぱいいるし、まあ日本だけにとどまる必要もないと思ってるし、そこら辺も臨機応変に。いや、ローカル。いいね。楽しみ。うん。でも、受け入れられるのかな？ハードロック。いや、俺はもう、もちろん、こんなハードロック。いや、でも、ハードロック好きな人多い、もうすでにいると思うし、それこそね、さっき言ったみたいに昭和歌謡とかシティポップとかが、改めて今の若い人たちに響くってことは、ハードロックももちろん、そういう可能性は、もう、すごく秘めてるんじゃないかなとは思うよね。いや、嬉しい。楽しい。ねえ。どうやって応募するんだよ、応募みんなどうやって応募し、それは YouTube の概要欄を見てもらって、で、あとはオーディション。あ、オーディション。そう、あの課題曲決めて、それをオーディションで演奏して一人ずつ決めていこうかなと思ってます。わ、めっちゃ楽しい。俺もなんかちょっとオーディションが参加させてよ。なんか楽器できるんですか？先行とか楽器。あ、先行？楽器できねえか。じゃあ ぜひビール持って来てください。マジか。うん。じゃあなんか最後一言、あ
まあ、とにかく最初はいいメンバーを集めるっていうことに頑張りたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いしますっていう感じですかね。6級。6級。いいね、6級。ありがとうございました。